筋肉をつけるには増量は必須なんでしょうか。クリーンバルクとダーティーバルクはどちらが筋肉に効果的なのでしょうか。まあ、俺はね、これは体質によると思う。ダーティーバルクっていうのは、まあ、太ってもいいから何でも食えということなんだけど、これはね、新陳代謝が早い人は効果があるというのは、そんなに太らないから、いくら食べても。ただ、太りやすい人はこれやっちゃうと、本当にもう太っちゃうので、そうするとボディービルダーとしてコンテストに出ようという目標がある人は、これは、その調整がやっぱり、きつくなるって言ったら変だ、きついんだけども、調整はどうやっても。やっぱりダメージが大きすぎちゃう。絞り切ったとしても、本当にね、体がダメージが大きくて、コンテストに出れば出るほど、出た後のリバウンドで大きくなると、そのリバウンドをする時も体がダメージがなっちゃうので、だからコンテストに出るという、ボディービルダーになる、フィジーカーになるという目標があるのであれば、自分の体質に応じて、この、まあ、いわゆるクリーンバルク、ダーティーバルク、まあ、俺はこういうあんまり好きじゃないけれども、をすると。